緊急声明を読み上げさせていただきます。 JFC による現国立競技場解体工事着手に強く抗議する。新国立競技場計画の事業主である独立行政法人日本スポーツ振興センター JSC は、解体業者が入札で決まったとして9月29日より国立競技場の解体工事着手を表明した。当会は現国立競技場を改修して使い続けることが最善の方法であると主張してきたので、解体は到底看過できず強く抗議する。解体入札にあたり官製談合の疑いがあると内閣府に寄せられた苦情が受理されたため、現時点で JSC は施工者との契約も執行停止となっており、これを機に将来に禍根を残さないために立ち止まり計画を見直すことを求める。オリンピックそのもの、それから IOC のやいろんなことについてお勉強を重ねてまいりました。でそのオリンピックがどういうふうに開催されるかということも勉強していく中に、やはり公共工事のやり方とかそういったものがどういうふうに海外では決められていくのか、大変いろいろな勉強してまいりました。その中でやはり一番感じましたのは市民参加が全く日本ではないということだと思います。アメリカやヨーロッパでは市民がちゃんとこの都市が招致するべきかべきではないのか、立候補してもいいのかいけないのかで、立候補が決まった後でもまたこの建物がいいのかいけないのか、これを使い続けられるのか、市民の立場から、日本で言えば組織委員会とか JSC ですねと市民が話し合いをする、その場に専門家の方々がアドバイザーとして参加する、そういった3者でのお話し合いというものが度重ねて行われている。それも1回や2回ではなくて何十回という単位で行われている。やはりそういったことを考えますと、日本のやっぱり公共工事、国立競技場だけではなくて、いろんなインフラのものに対して日本はもう少し市民ユーザークライアントというものに対して、門戸を開いていただきたいという気持ちが大変強くなりました。